射程マッサージをするにあたっての、注意点ですとか失敗例、受ける側は気持ちよく受けていただく、やる側は負担が少ないように効率的に行うためのコツですとか、注意点といったところをご紹介したいと思います。まず警察を行うということですね。いきなり押し始めると力加減が強すぎたりですとか、受ける方がびっくりしてしまいますので、今から始めますよという準備ですね。あるいはその方の、体のライン、筋肉の硬さといったことを知るためにこのように軽く全体をさすっておくということをやっていただくことをお勧めします。はい、そして痛い場所、気になっている場所がある方にはどこがお辛いですか、動かせない場所はありますか、動かしにくいところはありますか、お怪我はありませんかというところも確認しておくようにしましょう。山根さん、今痛い場所、気になる場所、気になることなどありますか。そうですね、腰と、はい、背中あたりが気になります。はいはい、腰と背中、はいはい、どこ、ちなみに一番気になる場所ちょっと指で指し示してもらっていいですか。このあたりですかね。あ、でもここもかなって感じです、はい、このあたりですか。はい、はい、やってほしい場所を具体的に示しておいていただくことも、気持ちよく受けていただくために大事になりますね。本当はここが押してほしいのになと思った状態で別のところをやられているとなかなかリラックスしていただけませんので、気になっているという場所をちゃんと確認しておくことと、理解していることを確かめるということですね。ここですか。そうですね、はい、このようにしてやってほしい場所がどこかとか、どのぐらいの加減でやったら気持ちいいのかというのを十分に把握して確かめながら行うようにしましょう。押していきますけれども、この押していくときにですね、圧が体に対して体の中心に向かって押すようにしてください。ここであればまっすぐに垂直になるようにという感じですね、肌に対して。なのでこっちの脇の方、脇腹の方 を押していくときはこういう向きになるわけですね。こっちに対してこういうふうに やってしまいますと、中に対しての刺激になりませんので、もっとこっちだとより分かりやすいですけれども、圧が逃げてしまいます。これだと気持ちよくないですよね、モデルさん。そうですね、はい、でこっちだとあ効いてるなという感じになりますね。はい、はい、こういう違いがありますね。こっちにやってしまうと全然入っていきません。ですのでこっちに向かって押すようにしますね。気持ちいい。はい、でもお尻なんかですともうちょっと複雑な形になってきますので、さらに、この辺を押すんであればこういう角度、こういう向きですね、こういう風になりますけれども、もっとこっちであればこういう向きなのでこうですね。これがこうとかだとまた違ってきちゃうんですね。これ気持ちよくないですよね。そうですね、はい、筋肉の走行ですとか、肌の、形ですね、皮膚の状態
などに合わせて、そこに無理のないように中心に向かって押していくということが、効く刺激を与えるために、必要になってきますね。はい、押していくときに気持ちも大切なんですね。さあ押してやろうっていう気持ちで押してしまいますと、グッとこういう感じで手の力でやってこうしまうことになるんですね。これモデルさん気持ちよくないですよね。痛いですね。痛いんですね。押してやろうっていう気持ちでやるときにグッと入ってしまうんですね。急にやってしまうと痛い、ただ痛いになってしまうんですね。気持ちを込めて、この辛いところが楽になるようにしたいなっていうことと、このモネルさんの自然治癒力を信じる、息を合わせるという気持ちでやることが大切なんですね。そういう気持ちで押しますとこういうふうになるんですね。いかがですか？すごいです。あ、気持ちいい。こういうふうにやると自然とゆっくりと優しく思いやりを持って自分の体重を使って押します。ある失敗としてはですね、こういう感じとか、背中が丸まってしまって、この自分が押してるところを見るみたいな、こういう、これ気持ちよくないですよね。痛いですね。ね、この自分もすごく辛いんですね。こんな体勢とってると腰も痛くなりますし、力がまっすぐ入りませんし、首も凝りますし、いいところがないんですね。この自分が楽な姿勢をとる、もうこのまっすぐ入れたいのでいいんですね。またがってしまって、で、肘を伸ばすということですね。肘が伸びてる方が自分の体重をそのままスーッと乗せて、そのままストレートに伝わっていくんで、自分もきつくないですし、受ける方もいかがですか？はい、グッときます。はい、で非常にゆっくり押してゆっくり離すというのがしやすいんですね。急に力がグッとかかってしまうというのを、安定した姿勢を取ることによってその辺のコントロールがしやすくなります。あとはこういう指一本とかで押してきついようであれば、こういう形とかですね、当てる面積を多くすることによってより押してる方も押されてる方も楽に、受けるというふうになります。いかがですか？気持ちいいです。はい、面の方が好きですね。どっちかって、そうですね、凝りがあまりきつい方だとポイントで押されると強くなりすぎて痛いので、こういうふうに手のひらを使ったりですとか、この指の部分ですね、こういうふうにしてこの手みたいにして当てていったりとかするといいですね。それからあともう一個注意点としては、今こういう形でやってるので、これは特例的に大丈夫なんですけど、こういう形で骨を押さないように気をつけてください。骨にやっぱり直に当たると痛いですよね。骨を直で押すようなことは避けてください。押すのは骨際ですとか、その筋肉の盛り上がってる部分などを押していくということになりますね。骨を押してしまうと危ないです、痛いですし、
よくありませんので、骨に強い刺激がいかないように気をつけてください。であと叩くときですね、叩くときも、まあ、さっきの、押し方と重なってくるんですけど、こんな風にやったら痛いんですね、ごめんなさいね。これは手首のスナップを使って、腕の力ではなくて、もうほとんど力は入れてないです。軽く、これ気持ちいいですね。はい、はい、こういう風に下ろさないでください。よくトンカチなんかでも持ってる時でもこうガンガンガンってやることはありますけど、ああいうやり方を体にはやらないように、非常に優しく、この手首のブラ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 っていう、これをそのまま体に当てていくっていう感じですね。で、こういう柔らかく手首のスナップでやった方が音もいい音が出ます。こうバサンバサンってやってしまうと、くぐもった音になるんですね。これは悪い例ですね。気持ちよくもないし、音も悪くなります。空気が軽く出ていくような形でスナップを効かせて、優しく柔らかく力まずに、しますね。手が疲れるからあんまりマッサージはっていう方には、足を使うっていうのがありますね。こういう風に足でももですとか、そうですね、腰の方とかでもいいんですけど、まあ様子見ながら、腰なんかを私はこうちょっと揺するようにしたりするときに使ったりしますけど、いかがですか？はい、気持ちいいです。ちょうどいい感じで。そうですね。手が疲れるからとか、ちょっと細かいことは難しいっていうような場合は、ただ足でこうゆっくり乗せて離すっていうのをやるだけでも、喜ばれると思います。この時も体の形に合わせて、それに沿わせるような形で押すように、角度を合わせるっていうことがポイントになりますね。こういうここに向かってこういったりしたら嫌な感じですよね。はい、大きくぴったり合わせるようにして、柔らかめに丁寧に乗せていくと気持ちよく出ていただけますね。大丈夫そうだったら、こういうふうに両足使って交互に踏むことで、もものこういうももを押すことによって腰痛が楽になりますので、あるいは足のだるさがあるような方にもほぐす効果がありますので、腰や下半身に辛さがある方にはこのももを足で踏んであげるっていうのが簡単にできて、効果もありますのでおすすめですね。はきついようだったら やっちゃいけないんで、様子見ながらですけれども、こういうふうに体ひねってみて、辛くなさそうだったら、辛くないですか、うん、はい、辛くないようだったらこういうふうに足をかけて、でこういうふうに背中を押して、腰痛かったですか、はい、すいません。こっちはどうですか？
大丈夫です、はい、あの片側がきつくてももう片方は大丈夫っていうこともありますので、様子見ながら一応やってみて、辛くないようであれば辛くない動きはぜひ取り入れてやった方がいいですね。で、あの動きやすい方に動かしているうちに、あの動かしにくかった方も動きが良くなるっていうことがよくありますので、動かせるところはなるべく無理のない範囲でいろいろと動かしていった方がいいですね。こういうことをやるときも、ギューってやらないいいことですね。体の感じ見ながら自分の楽なように肘は伸ばして姿勢はキープして、あんまりこういうふうにしないっていうことですね。あのやってる部位を見ちゃうっていうのがよくある失敗例なんですけど、あんまり手元を気にしないようにしてください。肩もみや肩たたきっていうのもまあよくある、よくやりやすいものだと思いますけれども、これもやっぱりコツがありまして、こういう背中なんかを叩くときはこういう叩き方、全然力入れません。いかがですか？気持ちいいですね。はい、象の鼻をイメージしていただいて、ブランブランって感じですね。こう肩の力を抜いて、トン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 と、この手の甲の部分で背中というか腰というか当てる感じですね。これは簡単にできて楽にできるいい方法ですので、やってみてください。早くしてもいいですし、ゆっくりやってもいいですね。で、あとやるときもさっき言ったように、手首の力を抜いて骨に当てないようにですね。肩甲骨と背骨ありますので、狙うのはこのこういうゾーンですね。こっちに当てちゃうと、軽くであれば大丈夫なんですけど、このさっき言ったようなゴンっていう力で背骨とか叩くと非常に痛いんで、軽い力でこの筋肉のゾーンですね、柔らかいところ、押してつまめるところっていうのを目安に叩くようにしてください。と、肩が凝っている方は手が結構後ろに行きにくくなってますので、足で押さえて力を抜きにくくなってますので、ブラブラ揺する、あるいはこういうふうに左右に、いかがですかね。いいですね。はい、これも無理のないように、聞きながら気持ちいい範囲でやるようにしますね。すごく凝ってる方多いんで、頭も、やってあげられると喜ばれると思いますね。
頭はあの眉間が詰まってる方がとっても多いので、こういう眉間を上に上げるように、いかがですか？最高に気持ちいいです、うん、これも結構軽い力で大丈夫なんで、持続圧ですね、軽く上に引き上げた状態を維持して徐々に開くような感じにします。ゆっくりなのが気持ちいいです。そうですね、いろいろ特にお顔はデリケートなので、割と弱い力で全体的に行うようにしますね。とこの眉の眉を揉む、いかがですかね、うん、いいです。これも優しめに軽く上こう挟んで、後側頭部を上に引き上げるような形ですね。ちょっと髪の毛を引っ張るのも気持ちよく感じてもらえることが多いです。いかがですか？はい、気持ちいいです、すごい、はいはい、結構頭が硬くなってると頭痛になったりしますので、それをほぐす形で引っ張ってこう揺するのも気持ちいいですよね。そうですね、揺すってくださったらすごいですね、はいはい、こういうふうにこうちょっと微振動というか軽く揺するとさらに頭皮がほぐれますね。あんまりちょっとちっちゃいと痛いんで、ちょっと大きめに掴んで軽くこういうふうにないですね、振動を与える感じですね。これはもうあとはこういう感じでこうかき上げるというか、上に向かって引っ張ったり手串を入れるような感じでするのも気持ちいいですね。はい、はい、側頭部はこう横に切るような刺激がジグザグにやってあげると気持ちよく感じる方が多いので、ちょうど髪洗ってるみたいな感じですよね、はい、すごいですね。髪の毛シャンプーするような感じでこういうふうに揉み込むようにして刺激してあげてください。うつむいていただいて、こういう下のところもこういう風にですね、こう引きつれが出ると痛いので、少し指をしっかり開いて、ちょっと絡まるようなことがないように、ちょっと絡まりそうだったりしたら一旦離して、引っ張らないようにしてください。皆さん結構目の疲れとか鼻の詰まりとか
頭の疲れとかっていうので非常にこういう頭部に凝りが出てる方がとっても多いので、こういう頭部の凝りや鬱血を取ってあげると非常に肩こりや頭の辛さというのが楽になりますので、こういう形で小さくあと円描くようにしたりとかですね、こわばりがあるようなところを丁寧にやってあげるとほぐれてくるきますね。この辺は本当に特に力もいらないんで、なんか細かい場所もないんで気持ちよさそうだなって、感じがあればそこを点あちこちですねやっていって、こういう痛みを感じさせるのは脳の状態が悪いからっていうふうにも言われるんですね。脳が鎮痛物質を出しますので、リラックスした状態でいれば気質的に悪い部分があっても痛みが出ないっていう方もいっぱいいらっしゃるんですね。なんで頭をほぐしておくっていうのは体の痛みを最低限に済ますために実は有効なんですね。以上になります。いかがでしたか？もう最高に気持ちよかったです。ありがとうございました。はい、今やったようなことを参考にお友達ですとかご家族ですとか
彼氏や彼女にっていう形で、やってあげたら喜ばれると思います。本当に一番は相手を信じる気持ちと相手と呼吸を合わせるって言ったことになります。俺がやってやろうとかこういう風に習ったっていうのではなくて、相手の反応を見ながら、こちらの無理のないように、相手も無理がないようにというので、気持ちを込めて、行うことが一番効果を上げると思います。ありがとうございました。